そして迎えた撮影当日。伝統というだけあってか、現場は学生だけでも30人ほどの人数が動いていた。メイキングで見た映画撮影のようだという感想を持ちつつ、俺もアシスタントとして働いていた。菅野先輩、廊下の撮影終わったそうです。現場での手伝いは思ったより慌ただしく、ひなと綾の撮影を見学している余裕はあまりなかった。それに撮影も一箇所だけではないし、モデルだってひなと綾だけじゃない。当然男子の方の撮影もある。お疲れ様。それじゃあ池永君は3階の空き教室行って、そこに置いてある機材を運んでほしいんだけど。菅野先輩はスケジュールを見つつ人を動かす仕事をしていた。物を作るだけじゃなく、マネージメントという役割もあるんだなと改めて思う。次の2階の撮影用ですよね。あ、結局3階に運んだんですか。空き教室を抑えきれなくて、いくつか機材がバラバラになってしまったのよね。頼んでも大丈夫？大丈夫です、行ってきます。菅野先輩はキビキビと動きながらあちこちに指示を出している。それを邪魔しちゃ悪いなと思い、俺も自分に来た指示の仕事に戻ることにした。3階で機材を運び込んだ場所となると、空き教室で普段から物置になっているところがある。この学校では放課後でもいつも何かしらやってる感じがあって、別件の人たちが廊下を行き来していた。そんな中、俺はその空き教室に足を踏み入れた。え、誰？誰？教室に入ったところで頭が真っ白になった。入ってすぐ外からは見えない壁際、他の機材が積んである横で見知らぬ女子が着替えていた。え、あ、すみません。いいけど、いや、よくはないけど、扉早く閉めてくれない？ごめん、うわ。外に出て扉を閉めようとしたら、振り返ったところで教室の中側、さっきの女子に制服の襟首をつかまれた。ちょっと待って、外人いたみたいだけど。返事をするまでもなく、廊下の方から話し声と人の通る気配があった。ここでそんな慌てて出てったら、中で何かあったって言ってるようなもんだよね。そうかもしれない。私そういう興味持たれるの嫌だから、せめて出てくなら何事もなかったみたいにさらっと言ってくれる？なんとかする。いや、全然できなさそうだし、顔に出すぎてちょっと笑える。なんていう、この女子は制服をきちんと着られていなくて下着が見えたままなのに、それを全然気にしてない様子で俺を見て笑っていた。ああ、まあいいや、ちょっと待ってて、このまま着替えちゃうから。いや、待ってるわけにもいかないんじゃ、外出てるって。だってなんか外人ずっといるし、気にされるのも嫌だし。てか、廊下で何してんの？ああ、そこに掲示板あるから、その作業してるんだと思う。入る前何か掲示板に貼ってるのをちらりと見ていた。そっか、覗きとかじゃないならいいけど、別にお兄さんはもういいよ、はっきり見ちゃってるし。俺は背を向けたままだし、見ていいわけがないと思うんだけど。ところでお兄さんさ、何しに来たの？まさか着替えてるの堂々と見に来たの？違う、わざとじゃないんだ。この子にこれ以上恥をかかせないためにも、あまり声は出せない。大声で否定しそうになったのをぐっと飲み込む。ま、そうだろうね。明らかに間違えましたって感じだったし。ごそごそと着替えたり、ベルトの留め具の音だけが聞こえて本当に落ち着かない。てか、カタログ撮影の人だよね、私のこと呼びに来た。今日カタログ撮影の関係者は首から名札か入館証を下げている。それを見てそう判断したんだろう。撮影のスタッフだけど、俺は機材を探しに来たんだ。あ、そうなんだ。その辺積んであるやつ？多分そうだと思う。そっちは、うちの学校では見たことないけど、モデルの人ですよね。そ、本業じゃなくてバイトだけど、今日来てるカメラの人と知り合いで、たまに呼ばれたりしてんの。30代か40代くらいの女性のプロカメラマンが呼ばれていた。多分あの人だろう。カメラマンって目がすごいキリッとしてる女の人？
そうそう、あの人眼力っていうのすごいよね。あれ、ねえ、ちょっといい？てかこっち向いていいから。着替え終わったのかなと思って振り返るとまだ着替え途中だった。いちいち騒がないでいいから。へえ、お兄さんの名前池田五蓮って言うんだ。制服をまだ着崩したまま俺の名前名札を引っ張って読む。あのモデルさん。うん、ああ、七瀬でいいよ。歳もそんな違わないでしょ。でさ、このシャツ普通にブラ透けるんだけど、それでいいの？これ撮影よ。ほらと着てるシャツを胸元に押し当てて透けさせるのを見ていいものか。でも見ないと怒られる気がする。うちの女子のシャツそんな素材じゃなかったはずだけど。だよね。でもこれ透けてるんだけど。おかしいなと思いつつ周りを見て気づいた。あ、それ違うシャツだと思う。うちの女子のシャツはこっちのケースのだと思う。うちの学校は服作ってる人もいて、そのあたりの作品が似たようなケースに入れて入っていた。あ、ありがとう。というかパッと見て女子のシャツがどれで透けるか透けないかとかもわかるんだ。それは毎日見てるからわかるようになもなるって。男女比1対5で毎日生活してるのは伊達じゃない。そして遠慮なくシャツを脱いで着替え始め、俺はまた背を向ける。廊下では掲示物の場所で揉めてるのか、まだ動く様子がない。そっか、女子が多いんだっけ。そういうの男子的には嬉しいんじゃないの。たまに男がいるのにいないものみたいになるのが困るし、それで見えたりすると後でいろいろ言われて困るみたいなことをクラスの男友達が言ってた。俺はひなとあやがいるおかげかそういうことはないし、白絵の問題は別のところにある。ああ、わかる。つるみ出すとそういう自分の都合で押し付けてくるのいるよね。まあうちのクラスは割と仲良くできてる方だと思うけどな。できてないクラスもあるって言ってるようなもんだよね。あのさ、これベルトどっち？俺が気にしすぎなんじゃないと思うけど、できるだけ着替えてる方を見ないように振り返る。そっちの茶色い方。他の衣装の箱も開いていて、いろいろごちゃっとしてしまっていた。オッケー。あと撮影あるって分かってきてるし、これ見せても平気なブラだから気にしないでいいよ。見せてもいいブラって何なんですかね。たまに聞くけど、そういうのって何なんだろうね。見せても平気なブラって何だろう。あとベストってこれで合ってるよね。もうなんかごちゃごちゃしてきたし、間違ってないか見ててくれない？俺は早いうちに出ていけば気負いしなくて済んだのにと後悔しているのだった。さてと、次の撮影場所どこだっけ。私校門の方に来てって言われてんだけど。最終的に小物までちゃんと確認して着替えが終わり、モデルに来た七瀬さんと一緒に教室を出る。校門はここからの行き方を説明しようとして思った時だった。あ、池永くん、ここにいたのね。珍しく多少慌てた様子で菅野先輩が俺たちのところに早足でやってきた。あ、すみません、機材。そして俺と七瀬さんの方をちらりと見る。あ、すみません、私が引き止めてました。こっちのお兄さん仕事中だったんですよね。ああ、いや、そうなんだけど。葛城七瀬さん？はい、そうですけど、どうかしました？葛城七瀬っていうのか。七瀬って名字じゃなかったんだな。名前で呼んでいたのか。七瀬って珍しいよね。下の名前というよりかはやっぱ名字なイメージあるよね。そして菅野先輩の様子からして、ここを着替えに使っているのを知っていたんじゃないだろうかと気づいてしまった。けれど当の七瀬さんが何事もなかったかのような顔をしている。うん、いえ、頼んだ機材だけど別のところに置いてあったのをもう動かし終わってて、それで。あ、じゃあちょっとお兄さんに次の撮影場所まで連れてってもらっていいですか？ええ、大丈夫よ。
それじゃあ池永くん、モデルの桂木さんの案内よろしくね。菅野先輩は腑に落ちないという感じではあったけれど、今はそれを言わずに去っていった感じだ。さっきのお姉さん、あれはお兄さんがやらかしたのに気づいてた顔だ。気づかれてただろうな。七瀬、あ、いや桂木さんにも迷惑をかけた。七瀬でいいってば。ま、こっちは気にしてないからって言っといて。で、肛門ってどっち？俺に聞いておきながら自分で歩き出してしまう。何？後を追って道案内をする俺の脇を七瀬さんが唐突に軽くパンチしてきた。いや、見られたのこっちなのに、なんでそっちがいつまでも神器臭い顔してんのって。普通逆でしょ。悪い、そうだけど、いや、責任を感じてて。事故みたいなもんに責任？めんどくさ。あ、つかまあ、見られてどうでもいいとは言わないけどさ。むしろそれで、あいつ男に下着でいるとこ見られたんだぜみたいな目で見られる方が100倍腹立つって話。それはわかる。俺も誰にも言うつもりはないよ。ならもうそれでよくない？お兄さんは得したって思っとけばいいし。それはそれとして、俺が七瀬さんに迷惑をかけたことは変わらないし、申し訳ない。素直にそう言うと面倒そうにため息をつかれた。心底こいつ面倒って思ってるのが分かる顔もしてる。うん、ああ、そっかそっか。お兄さん、蓮さんはつまり私に借りを作ったと思ってるわけだ。ピンときた。まさにそんな顔をする七瀬さん、その楽しげな様子、あ、いや、楽しげな様子に俺は激しく嫌な予感がした。貸し借りなしってことにしとくと、ただより怖いものってないみたいな。だいたい合ってる、合ってるのだけど、ピンときた後の様子が怖かった。じゃあ貸しにしといてきますんで、今度ちゃんと返してもらうってことで覚えとけよ。そう言って笑いながら俺の肩をポンポンと叩くと、あとはまっすぐ行くだけの校門の方へ一人歩いていく。その姿を見送って、俺は今更ながらここまでの分のドキドキが一気に湧き上がってきた。着替えを見てしまってから感じてきた分が心臓の動悸になって血が巡る。そしてこれまでの付き合いのおかげだろうか、七瀬さんが俺に気を使って借りということにしてくれたのではなくて、俺に貸しを作ったということに楽しさを感じていて、その上で本当にその貸しを返してもらうつもりでいる確信があった。何をさせられるんだ俺は。ひなやあやとも違う種類の悪い笑い方はどういうことなのか、俺はこのドキドキが恐怖なのではと思うのだった。なんだろうね、この嫌な汗というか、なんかまた新しい感じのヒヤヒヤは。ああ、よし、はい、ちょっと一旦じゃあここで今回は一旦切ります。ああ、びっくりした。ああ、でも早速新しい新ヒロインがお目見えしましたね。桂木七瀬さん、まあなんだろうね、とりあえずこの学校の学園の生徒ではまだないようですが、まあどういった方なのかは、まあこれからおいおい、まあ借りを返す日にわかるのかな。はあ、よし、まあてなわけで、今回はとうとう夏だね、本当に夏服着始めて夏になって、まあなんか全然本当に本編、あの前作とは違うストーリーがどんどん進んでいってる感じが、まだ始まったばかりですけどもしますよね。まあこんな感じで、次回以降もやっていきますので、まあちょっとね、ちょっと俺も休憩したいです。ああ疲れた。てなわけで、まあ一旦今日のところはこれで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回も、こんな感じでやっていきますので、よろしくお願いいたします。高評価、コメント、チャンネル登録などしていただけるととてもとても嬉しいです。てなわけで、バイバイ。